四半期報告書、先ほど監査法人に提出いたしました。同じものをそちらにお送りしましたので、ご確認を。こんな真夜中に電話してきて、四半期報告だと。真夜中？来週はニューヨークに出張する。報告書は後で確認して、問題があれば返信する。はい。なんだ？いえ、もっとすごく怒られるかと。バカのすることにいちいち腹を立てても時間の無駄だ。番組の方は順調か？はい、これから蓮華高校に取材に行くところです。そうか、後輩たちにバカを映さないように気をつけろよ。